元皇帝料理人です。本日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、今までいろんなお料理とかですね、先輩の店に行ったりとか、アナウンサーさんの対談とか、いろんなことをさせてもらったんですけど、今日はお料理をする上で欠かせないもの、食材ももちろん欠かせないんですけど、それ以上にまた欠かせないものとして器っていうのが結構あるんですね。で、和食って本当にいろんな四季の食材、こんな旬なものとかを見たりとか食べたりして、季節感を味わってもらうっていうのももちろんあるんですけど、そこに必要なのは器だと思うんですね。その人それぞれ器に盛ることによっていろんな雰囲気変わります。なので、いろんな器があって、それって選ぶっていうのは人それぞれだと思うんですけど、こういう器ある、こんなんあるっていうのをちょっとお見せできたらなと思ってますし、僕が選ぶポイントとか、こういうことを意識してるっていうのを皆さんに話せたらいいなと思ってます。では、今日は器をちょっと見てもらいたいなと思ってますんで、本日も始めたいと思います。では、よろしくお願いします。こういう感じで器の数々、一応こういう形に並べさせてもらいました。で、これはまだあるんですけど、これまだ共通するのが、僕お造りに盛る時に使ってる器の数々です。この中で6種類今あるんですけど、これは本当にその時の盛るお魚、例えば鯛を盛るんか、マグロを盛るんか、それを2種盛りで盛るんか、1種盛りで盛るんかなど、そういうこととかですね、あと季節、今日は暑いなとか、そういうのも踏まえてちょっとこう器を変えていくんですね。あと、その一番大事なのは、もちろん器も大事なんですけど、全体的なバランスだと思うんですね。コースで行くんだったら、お造り、次水門はどの器で行くとかいうのを最初に決めてお出しするんですけど、それによってじゃあこのお造りはこの方がいいなとかを考えたりもしてます。で、あと単品で行く場合も、こう単品でもテーブルに乗ってるお皿が、例えばこういう黒いお皿とかですね、こういうお皿がいっぱい乗ってたりしたら、また黒黒黒で行くっていうのはまだ雰囲気が違うんで、ちょっとこういう黄金の色を入れてみたりとかいうのを変えたりします。だからコースとかでも絶対マグロはこの器っていうのは決まってないんですね。ちょっと暑いなと思ったら、こういうガラスのこういう器に入れたりもしますし、で、ここにもそのままでもいいですし、ちょっとまたさらに氷を張ったりしてやったりもします。もう本当にそれぞれ違うんで、これは好みになるんですね。で、また一つずつ言うと、これがまたハマグリの器になりますね。これはもう盛り合わせ、一人前の盛り合わせとか単品でもやりますし、一つずつの品をしたりもします。なので、これもその時によります。だからこれぐらいの種類があると、これにしようかな、あれにしようかなっていうのがまた選べます。はい、こういう感じで、このお醤油皿もセットですると、ちょっとまた可愛らしくなるかな、あと華やかになるかなと思ってます。で、こういうちょっとね、深いこういう器も僕は結構個人的に好きで使ったりもしますね。本当に器って選ぶ時って、本当に好みもありますし、器を買いに行こうと思って器を買うつもりなくても、パッて寄ったとこで、いいのがあるなって一目惚れするパターンもありますし、いろんな買い方があると思います。で、これもちょっとね、金色なんで映える、一発目に持ってきたりとかするとちょっと綺麗っていうのもありますし、そういうのを使い分けていったりしますね。で、さっきの黒い器でも、ちょっとこういう長い皿に盛ることによって丸々で続いてた時に、こういう細長いのをお出ししたりすると、ちょっと雰囲気が変わったりするんで、コースで行く時でも、これお寿司を持ったりとかもしたりもするんで、使い分けていくとすごい便利なんかなっていうのもあります。で、こういうお皿もね、僕は結構気に入ってるお皿で、はい、お作りももちろんおりますし、一番最初ホタルイカの酢味噌とかに盛ったりしたかな。はい、そういうのに盛ってくれてもいいですし、一つ一つの皿がすごい個性があると思います。で、これがさっきのガラス、これ華やかなんですけど、これにハモチリを入れたりもしますし、ちらし寿司を持ったり、作りでこう一応持ってるお皿を用意させてもらったんですけど、例えばこれとかだったらね、こうやってお作りで出してますけど、ちょっとこうやって網を引くだけで、少し揚げ物とか、天使を引いたり揚げ物とかもできますし、少しこう感じを変えれるんですよね。なんかを引く、ちょっと
天使を引くとかでもいいですし、こういうのを引くとか、器を盛るとかでも変わるんで、器は、お作りって初め買ってもいいですけど、それによってまだ違うのにも盛れたりしてもいいなと思ってるんで、そういうのを使い分けてくれたらいいと思います。このお皿でもお寿司を盛ってくれてもいいですし、何でもいいと思うんですよね。それは本当に、器のセンスっていうのも好みっていうのはあると思いますし、ただその器以外でも何を盛るかっていうのもセンスもあると思います。はい。で、あとこの映ってる器もあるんですけど、僕は基本器買うときは値段を見ません。あと、しがらき焼きだからなんとかだから買うとか、そういうのを決めてるんじゃなくて、自分が、あ、いいなーって思って、この、あ、値段これか、これぐらいすんのかっていうのを考えてから僕は買いますね。で、それでも本当に買いたいかどうか、自分の予算っていうのももちろんあると思うんで、そういうのを意識して買っていきます。基本は自分が一目惚れした、あ、こういうの見たときに、あ、料理をなんか盛りたいなーって思わせてくれるんか、そういうのを意識して買うと、そういう器が一番いいのかなと。これを買いたいと思って目的で買ってしまうと、どうしてもそればっかしになってしまうんで、そういうのを頭を少し柔らかくしてやるといいかなと思います。ではちょっとね、この器で例えばお作りをちょっと持ってみようと思うんですけど、同じものを盛りたいと思ってます。で、その4種類違う器でどんだけ違うように見えるんか、同じ量を持ってんのにどう違うんかっていうのをちょっと今からしたいと思ってます。では引いていこうと思います。3種類、今日はタイ、中トロ、島味っていうのを2貫ずつで、今日は3皿盛ろうと思ってるんで、6貫ずつ引いていきたいと思います。次は引いてマグロいきます。しまち、で持ってあげましょう。ではそれぞれ持っていきましょうか。同じように大根剣とお作りの量は全部一緒にしますね。大根剣を丸めて乗せます。で、全部同じように、ちょっとこの器だけ長いんで横に2つ乗せてもらいます。ちょっと分かりやすいように同時にちょっとやっていきます。こんな感じで3種類の同じ量のお作りが盛れましたんで、ちょっと向こうで比べたいと思います。先ほど持ったやつですね、持ったお作り同じですね。タイが2貫で、マグロ、中トロ1貫、シマアジ1貫っていうのが全部同じです。これも開けますね。ちょっと横に置いておきます。はい、これ見てもらったんですけど、全部一緒なんですけど、はい、それぞれやっぱ違うでしょ。同じ量です。この器によって、盛り方によって、これだけと大根剣が2つなってるんですけど、こうやって横に広くやる、これだけでもこんな感じに変わります。で、これに盛るとまたインパクトがあります。どうですか、それぞれ本当にどれの器でもいいかなと思うんですね、もちろん。けど好みによって分かれるの分かりますかね。こういう金色で見せるっていうのもありますし、この器だとこうやって蓋が閉まってる状態なんですね。で、これを入ってこうお客さんの前で開けて、あって驚いてもらうっていうのもあります。そして長いお皿でちょっと黒でシックに決めるっていうのもあります。同じようにこうやっても三者三様違うんで、こういうのもコースとかだと最初にこう金の器で行った方がいいかな、こっちのもう熱いんでまずは透明の方がいいかなとかを考えながら、で、それぞれのコースのお皿とかを思い浮かべて、どの皿で行こう、どの器で行こうっていうのを考えて、メニューっていうのももちろん大事ですね。今見てもらったと思うんですけど、本当に同じ、わかります？
器一つで変わるってことがやっぱ分かってもらえたと思うんですね。全然違うと思うんですよ。これのお作りかこういうお作りかによっても同じものなんですけど変わるっていうのがあるんで、本当にこの器選びっていうのはすごい重要だなと思うんですね。はい。で、これはお店っていうのは食材選びも本当に大事ですし、器選びももちろん大事なんですけど、ただ器が高いのがいいっていうのは違うんですよね。で、高いのばっかし、この金の器、なんかこの器っていうのを並べても、なんかちょっとしんどくなる時ってあるんですよ。物に合ってない。器に負けるっていう時もあるんで、そこら辺のバランスって結構大事であって、で、ルールっていうのは僕はないと思ってるんですね。はい。うまい、あ、これいいなと思う時は、安くても僕はいいと思うんですよ。それは価値なんですよね。僕が見て、このコースの、ここにはこの器が絶対必要だとか、この食材をこう出したい時に活かせる器は何なのか、で、今の流れで、この器、こういう感じで続いてくる、その後にまたこれが来てしんどくないんかとか、料理がもちろん美味しく食べてほしいと思う時には、見た目も本当に大事で、これは料理人とかの身だしなみと一緒だと思うんですけど、器で、あ、喜んでもらって、ただ、色を変化さすっていうのも大事なんですね。銀がいって、次黒の器いって、ちょっと赤を入れたとか、それをすることによって変化があって、次どんなが出てくるんだろう。そしてその食材ともちろん合ってるかっていうことなんですね。はい。その食材と合ってたら変わりますし、今みたいな、この器でスタートするコース料理か、この器でスタートするコース料理で、次の器全部変わります。それをストーリーとして、考えれるか。で、料理とマッチするか。で、それを見たときに、あ、どういう雰囲気になるんか。で、そういうのも考えながら組み立てていくと、本当に楽しいと思いますし、そういうのを見てもらえたらいいかなと思います。コース料理ももちろんなんですけど、単品でも、こう、皿がいろんなの来ますよね。その時に、あ、同じような器に多分僕は出さないのを意識してるんですね。黒とか、なんかこういうのを、なんか、あ、さっきこれ言ったからこっちにしようか、考えながら、で、その時の出し方っていうのも意識しながら、やはり、こう、器とか料理とか素材とかも、なんでそういうのをするかというと、もう基本はお客さんに喜んでもらいたい、せっかく来てもらった、せっかくお金を使ってもらって、時間も使ってもらったっていう、その時間を僕らはどうしたらいいのか、楽しんでもらえるか、あ、この時間すごい居心地がいいなと思ってもらうようにするか。で、相手側、その人が連れてきた人とか、連れてきてもらったでもいいんですけど、そこの、みんなが楽しい場になるかっていうのを意識したいと思うんで、華やかさもあり、静かな料理というか、落ち着いた料理もあると思うんですね。すごいこう、攻める料理、引く料理、ちょっとホッとする料理、お腹にちょっと溜まる料理、さっぱりした料理っていうのが、そういうのもあると同じで器もあります。で、そういうのを知ってもらえたらもっともっと楽しくなると思いますし、僕もこういろんなのを見てもらって料理も舌でも味わってほしいですし、目で見ても楽しんでもらえたら、そこの場、そこの雰囲気、そこの会話とかの一つの、あ、綺麗なとか、うわ美味しい、うわ何これ、こんな初めてやわ、こういうのに持ってもいいな、勉強なるわ、参考なるわとか何でもいいと思うんですけど、そこの会話の一つの足しに、この会話が弾むような感じになれば楽しんでもらえるような食事会になるんかなと思うんで、そこら辺を心がけていくと、皆さんが、せっかく、使ってもらうお金ももちろんそうなんですけど、時間とかそういうのもあるんで、選んでもらったからにはこう皆さんがこう喜んでもらえるようにしたいと僕も日々考えてますんで、こういう感じで器っていうのを変えてます。はい。で、今回はこのお作りでやりましたけど、お吸い物ももちろん器を違いでもあります。で、蒸し物とか炊き物も違います。焼き物も違います。いろんなの全部違うんですよね。そういうのも踏まえて、見てもらえたら、そういうのを分かってもらえたら、こう、料理っていう深さとか、楽しさっていうのを味わってもらえたらいいですし、もちろんそういうのを意識しなくて、ただ食べて楽しいなっていうのを分かってもらえるように、全体が、料理とか自然体なお店っていうのを意識してやっていきますし、本当に楽しかったな、美味しかったな、なんかよかったらまた来たいなって思ってもらえるお店を、こういう器とかいろんなことを気遣いながらやっていけたらいいなと思ってます。はい。今日はちょっとこう器っていうので
料理人の思いっていうのも伝えれたらなと思ってます。はい、でもまあこういうふうにいろいろ変えてやっていくのももちろん自分自身も楽しいですし、お客さんにもこう喜んでもらえたらなと思ってるんで、こういうふうにさせてもらいました。はい、またいろいろお料理を作っていきたいと思いますんで、これからも応援よろしくお願いします。では本日はこれで終わります。ありがとうございました。Facebook も和食U でやってますんで、よかったらこちらも登録お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。